はい、ありがとうございます。先ほどまでは国際協力に興味を持ったきっかけっていうところをお伺いしたんですけど、はい、この動画では大学院どういう選択をしたのかっていう部分から具体的に研究どういうことをしてたのかみたいなところをお伺いしようかなと思ってます。はい、大学卒業するじゃないですか、はい、大学院進学みたいなところもあったと思うんですけど、はい、同じ大学院に進学したんですか？大学院はまた違う大学院に行ってですね、はい、元々の大学ってどこでしょう？元々は中央大学の経済学部です。はい、じゃあ大学院はどこに行ったんですか？大学院は東京大学の大学院です。あ、そうなんですね。はい、そこに行った理由って何かあったんですか？大学院を決める時点で大学院の専攻に行きたいというよりも就きたい先生を誰にするかっていう視点で決めていったので、私が興味あったことを研究されている先生がたまたま東大にいたので、はい、そこの研究室に行ったっていう感じです。なるほど。めっちゃ聞きたいんですけど、まあ、僕大学院出てないんで、はい、ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、この先生に就きたいなっていうのがあるとするじゃないですか、はい、それって例えばインドネシア行かれてたんで、はい、インドネシアを対象国とした場合って、はい、アジアを研究対象としている先生みたいな感じで選んでいくんですかね？はい、アプローチ2つあるのかなと思っていて、1つは研究対象地で選ぶっていう方法があるんですけど、はいはいはい、もう1つは研究している分野っていう切り口が2つあって、はいはいはい、私の場合は両方ともクリアできている先生がいたので。あ、そうなんですね。はい、じゃあもうその先生は知っててそこに行こうと思ってたんですね。そうですね、学部のゼミの先生にその先生はすごいいいからいいんじゃないっていう話を聞いて推薦されて、お話をしに行ったりして、あ、やっぱりこの先生に就きたいな、勉強したいなと思ったので、はい、その先生にしました。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあそこから東京大学院に行くじゃないですか。はいはい、自分のやりたい分野の研究とか授業っていうのは取れました？ちゃんと取れましたね、やっぱり。あ、そうなんですね。はい、何が一番魅力的だったんですか？開発学を専門にしてる先生がいて、その中でも自分がやりたいのは天然資源管理だとかっていう分野で引いてた先生がいたので、そういうところでいろんな授業を取れたりしたのは面白かったですね。はいはいはい、あと一般的な経済学の授業も取れましたし、自分の勉強したいことは何でも勉強できる環境があったと思ってます。天然資源の分野って、はい、なんでそこに魅力感じてたんですか？そもそもやっぱり大学院での研究対象がインドネシアとかマレーシアでパームオイルのプランテーションがすごい広がってるんですけど、その広がっていくパームオイルの周辺で生活している人々がどういう生計戦略を整えているのかっていうのはすごい気になっていて、でそうするとやっぱり切り口は天然資源とか、もともと住んでる人たちが森林資源とかをどうやって今まで使って生活していたのかっていうのが主な研究対象になるので。なるほど。全然イメージできないんですけど、はい、パームオイルって木からできるんですかね？はい、そうですね、はい、大きい木の種からできるんですよね。はい、あ、じゃあ種を取って、はい、そこを抽出してみたいな感じですね。そうです。はい、そうなんだ。実際1本の木からどれぐらいのパームオイルができるものなんですかね？はいはい、正確な量は分からないんですけど、うん、1本の木がだいたい大きくて 7,8 メートルとかあって、めっちゃ大きいですね。はい、でそこからこういう大きい房が20、30キロのが大きくて取れるっていうような感じで、はいはいはい、それを工場に持って行って油を抽出するっていう。そうなんだ。プロセス。ちなみに住民の方ってパームオイルの主軸として収入を設計してるっていう話あったと思うんですけど、はいはい、月に入る金額ってどれぐらいなんですか？かなりギャップがあって、最初に村の周辺でパームオイルは今後儲かるだろうと踏んだ人たちは最初から初期投資で他の村人から大きい土地を買い取るので、なるほどね。でそこで土地の大きさと与える肥料とかっていういろんな技術面で収入はかなり乖離があるんですけど、本当に一月100万円くらい儲けてる住民もいれば大体2万とか3万とかっていう住民もいたりして、はいはいはい、ね、そこの格差はかなりあります。そういうことですね。はい、まあ、だからそこの格差は何かで言うと、そもそも耕作できる面積をどれぐらい持ってるかってところと、はいはい、パームオイルを構築するにあたってどれぐらいその人がノウハウを持ってるかとか、そうですね、はい、キャパがあるかみたいなところですね。はい、かなり大きい。でも実際儲かるっちゃ儲かるんですね。正しく生産してそれ相応の資本を投入すれば儲かる、はい、なるほどね。はい、まあ、だからある一定の資本を投入しないと費用対効果は合わない。合わないですね。自分の人件費に対して得られる収益が少ないと思いますね。はい、そうですね。なるほどね。そういったところの戦略どうしてるのかみたいなところを研究されてました。そうですね、はい。その期間って、はい、コロナ前ですよね。コロナ前です、はい。じゃあ結構インドネシアとかにも行かれてたんですか？そうですね、修士2年の時に3ヶ月くらいフィールドワークをする時間確保できたので。あ、そうなんですか。はい、大学院の時は他に何かしてらっしゃったんですか？はい、あとは JICA のインターンに参加したりはしてました。あ、そうなんですね。はい、JICA のインターンってどういうことするんですか？私が入った JICA のインターンは、うん、コンサルタントか専門家につくことができる、そんなのあるんですね。インターンだったんですね。それちなみにインターンってどれぐらいの期間とか、はい、決まってるんですか？特に決まってはないんですけど、長い人で 3,4 ヶ月だったのかなと思っていて、私は1ヶ月だけでした。なるほど。それは海外、はい、それとも日本？それも選択できて、日本でもできるし、日本でもできるし、海外でもできる、海外の事務所でもできるし、海外の専門家につくっていう、いろんな選択肢がありました。そうなんですね。
でどれを選択したんですか？で私が行ったのはザンビアで、はい、稲作普及のモニタリング調査をする、はいはいはい、プロジェクトだったんですけど、それに専門家のもとについて、はい、一緒にモニタリング調査をするサポートをするっていう、はい、あそうなんですね、はい、インターンでした。ちなみにその稲作プロジェクトってどういうプロジェクトだったんですか？対象国はザンビアで、今までザンビアって基本的にやっぱりお米を栽培しない国だと思うんですけど、そこで稲作をどうにか普及させようっていうプロジェクトが数年前からずっと JICA が支援していて、そのプロジェクトがどう効果を出ているのかっていうのを測定するようなモニタリング調査。へえ、そうなんですね。まあ1ヶ月っていう短い期間かもしれないですけど、沖田さんから見た稲作プロジェクトの客観的な視点とかってどうでした？やっぱり一番難しいと思ったのは、稲作を栽培するだけにそのプロジェクトはフォーカスしていたんですけど、栽培した後に収穫してそれを市場に卸していって最終的に買い手がいるっていうビジネスモデル全体まで検討がされていないような状況だったので、そういう視点からすると住民の人は大して日々食べない米をマーケットでめちゃくちゃ売れるわけでもないのに、なぜ生産しなきゃいけないのかっていうそのインセンティブがあんまりないのかなとは思いました。確かにね、はい、それはちょっとおっしゃる通りの部分もあって、はい、あとプロジェクトって技術移転っていうところが推進してるんで、収量を増加させて、その収量が上がったよね、だからこそ収入が増えるよねっていうロジックですよね、はいはいはい、とはいえアフリカって日本みたいにお米を習慣的に食べるっていう国でもないわけなので、はいはいはい、マーケットっていうのがまだ確立してないんですよね、はい、例えば日本だったらコシヒカリとか、秋田小町とか、はい、そのブランドによって1キロあたりの値段っていうのがあるじゃないですか、はい、とはいえ向こうっていうのはそこまで今ないと思うんで、そうですね、そこは確かにありますよね、はい、実際ザンビアの料理は合いました？いや合わなかったですね、はい、美味しくなかったですね全然あそうなんですね、はい、あの島を食べなきゃいけないのが結構苦痛で、はいはいはい、そうなんですね、はい、美味しくないなと思いました。あれはあなるほど、はい、多分沖田さん1ヶ月じゃないですか、はい、島1ヶ月だと、はい、いやちょっときついわってなるんですよ、はいはい、でも3ヶ月いると、うん、美味しくなる美味しくなるああ確かにそうあるかもしれないですね。実際アフリカ1ヶ月いらっしゃったじゃないですか、はいはい、驚いたことありました？一番カルチャーショックだなと思ったのが、うんうんうん、やっぱりあっちの人たちってキャッサバを食べるじゃないですか、はいはいはい、芋ですよね。芋ですね、うんうん、はい、そのキャッサバってある種類は毒があって、うん、水で毒を抜かないと食べられないらしいんですけど、はいはいはい、どこで毒を抜くかっていうと、うんうん、普通に地面に掘った穴に水が溜まっていて、その中に皮を剥いでキャッサバを突っ込んでそれで多分毒を抜いてるっていう状況だったんですけど、はいはい、そこの水にめちゃくちゃボウクラが浮いてる時は、はい、ああもう一生キャッサバ食べられないなちなみに、はい、キャッサバ食べるじゃないですか、はい、生で食べる感じですか？焼いたり茹でたり。あ、なるほどね、はい、むしろ1ヶ月でよくそこの現地まで行ったなって僕は思ってます、ね、はい、あ、はいはいはい、なかなか1ヶ月間とかだと、はい、行けないことも多いんですよ ね、 すね、はい、だからそこはすごい入り込んでたんだなっていうイメージをすごい持ったんですけど、はい、じゃあそのボウクラの入ってるキャッサバ食べたんですか？いや結局食べなかったまあそれまで結構キャッサバ食べてたんですけどね、はい、なかなかそれからは嫌だなと、はい、じゃあ実際 JICA のインターンも1ヶ月終えて、はい、アジアだけじゃなくてアフリカっていうところも視点増やしたんですよね、はいはい、その後の進路っていうところってどういうふうに考えようとしてたんですか？就活のタイミングだったのでどうしようかなと思っていて、結構開発コンサル以外にも商社を見たりメーカーを見たり一般的なビジネスコンサルを見たりいろんな業界を見たんですけど、やっぱり自分がわざわざ修士に行ったっていうのもあってマスターがうまく使えるようなところがいいなと思ったのと、 JICA のインターンについていた専門家の方が開発コンサルの方で、その方の働き方とかを見てこんな風にキャリア築いていきたいなと思ったので開発コンサルの企業に就職しようと思いました。なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっともう少しだけ聞いてみたいんですけど、はい、JICA インターンで行くじゃないですか、はいはい、JICA っていうところは視野にはなかったんですか？なかったですね。やっぱり JICA は受けてもいないですね。それはビジネス視点で何かやりたいっていうふうに考えてたって感じなんですかね、はい、JICA って基本的に現場から遠いなっていうイメージがあって、そこに新卒で入るメリットあまり感じなかったりとか、はい、じゃあもっと現場でガツガツやってみたいっていうところがあったんで、はい、開発コンサルみたいな。そうですね、はい、やっぱり修士号がうまく使えて現場に近くて開発の仕事ができるっていう視点から考えていくと選択肢は開発コンサルの企業でした。はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここまでの動画では大学院何してたのかっていうところと、はい、大学院卒業した後どういう選択をしたのかっていうところをお伺いしたんですけど、はい、次の動画では開発コンサルティングの事情みたいなのをお伺いしていきたいなと思ってます、はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。